はい、今回のドライブはですね、もうすっかりおなじみになりましたね。中山バイパスからのスタートになります。今日はですね、10月の2日、土曜日。これからですね、平川動物園に行きます。理由は分かりますよね。2日前に要するに、まん延防止ってあれが解除になりましたからね。それでですね、今日はそのまん延防止が解除されて初めての土曜日、まあ学校は休みだと思うんですけど、ここで伏せしますからね。それで今日はですね、まあ普通ほら動物園って言ったら動物を取りに行くところなんでしょうけども、動物じゃなくて動物園を訪れた人々の数を取ろうかと思うんです。2日前の9月のですね、30日は朝から、まあ、夜まで、夜って言っても7時ぐらいまでかな、まん延防止等重点措置か、というそれが適用されたのが30日で終わりだったですから、その日のね、鹿児島のね、市内の模様をね、まあ、あちこちこ撮ったんですよ。夕方も含めてね。だからそれに対する答え、じゃあそのまん延防止のそれが解除されて次の日はどうだったかっていうやつで、あそこまで行ったんですよ。鹿児島水族館に。そしたらね、まあ平日、まあ1日は金曜日だったですかね、平日ということもあってですね、そんなになかったんですよ。ただね、イルカショーはね、の時はね、8分ぐらいね、席は埋まってて、そこを取ったんですけどね、それをアップする、繰り返しますね、そのイルカショーをね、アップする直前にね、ちょっとしたアクシデントが発生してですね、そのイルカショーの方は、アップできてないんですけど、その前に、ちょうどこの左側に鹿児島、じゃないや、JR 谷山駅があるんですけど、そこからですね、水族館の駐車場に入るまでの動画をもうアップしたんですよ。だから、今日その動画今朝アップしましたけど、そのうちの、水族館の駐車場に着く最後は、これから水族館の歩き取りをしてきますからね、お楽しみにっていうところで終わってるんですけど、その次の動画はですね、その、予告編であったその水族館の中の様子じゃなくて、その前日の、まん延防止の最終日の映像がポッと出たから、皆さんというか、中にはですね、その水族館の絵はどうしたんだろうと思ってる方がいらっしゃるかもしれませんけど、まあそれね、なんとかなるんじゃないかなと思いながらもね、いるんです。思いながら、今日こっちの動物園の方に行くんですけど、だから今日の、近いですからね、ここからね、その中に、なぜ、その水族館の絵が出てこなかったか、動画がですね、っていうのをちょこっと説明文のところに書きますからね。そういうことでですね、やっぱり世の中にはちょっとこう、そういったことが起こりますね。でもね、これね、結果オーライになると思うんですよ。
全てのことがね、今はアクシデントとかトラブルなんだけども、ああなるほどなって、だからそうなったんだっていうことよくありますからね。それとこの動画さっき言いかけたっけ、短いですからね、もう動物園に直接行きますから。昨日のね、何人だった、あ MBC のを見てたんだ、あのニュースナウってやつ、その中で、どこが出てくるかなって、要するにまん延防止がその解除されてですよ、で、あの人今まで、ずっと休んでた市とか県の、あの要するに動物園とかも、水族館とかいろんなところが、あれを営業再開したわけでしょう。でどこ取り上げるかなと思って、私がその、水族館にいた時はどこの局テレビ局も来てなかったんですよ。ちょうどね昼前からね2時過ぎぐらいまでいたのかな、そういう報道関係は全然来てなかったから、じゃあ報道関係は午前中のうち行ったのかなと思ったら、 MBC の場合はね、これから行く平川動物園に行ってましたね。あれですね、信号待ちの待ちじゃないや、要するに信号に止まる前に、ほらこんなにしてまた止まったでしょう、繰り返しますね、信号と信号の間で全てをなんか一つのことを喋ろうとすると早口になりますね。それとですね、今ちょっとね、危惧してるのが、動いてるな、動いてる、かねてはこんなにここの信号でこんなにノロノロになることないんですよ。ねえ、こんなにほらノロノロでしょ。でもね、向こうの225号線の車は動いてますからね、あそこにほら動物園行きの、車がもうあそこまで来てるかなとね思ったんだけど、そんなことなさそうですね。ちょっとね、ここね、3回待ちですよ、信号の。だからちょっともうここ、変えます。普通はこういうことしないんですけどね。これもほら、一つのあれです。経済活動が再開されたから、今までこっちを通ることがなかった、商用車がですね、商用車がっていうか、そういう要するに経済活動のあれでしょうね。ここ左行きます。でここを見、はい、ありがとうございます。まあ、ああいう裏道を抜けることをしない私がするぐらいあの辺が混んでるということです。今のね、何気ない交差点ですよ、信号を4回待つとこだったですからね。そう、さっきのですね MBC のそのニュースの中で、昨日はあんまり来てなかったみたい、動物園は。だって放送局っていうのはその賑やかなところをピックアップしますからね。だけどね、早く行き過ぎたのかな、あれ MBC
私も一緒だったけど、朝早く行けば、それを待ちかねていた人がダーンと来るって思ってたのかもしれない。メンゲートをくぐって正面にアフリカ園っていうところが、キリンとか、サイとかダチョウとかいるところがあるんですけど、そこにはね、親子連れ3人ぐらいの人たちがね、ちょこっと写っとっただけだったですからね。でその中で、園長さんかな、その方が今日のことをあれして、一般の方はですね11時ぐらいからが、一般の方が来られるのが11時ぐらいからこうバッて出てこられるっていうのがあったんですよ。そしてできればその密を避けるために、時間を帯を分散してですね来てくださればっていう話を聞いたもんですからね、それだったらもうね、いわゆる今日はね取材っていう意味合いも兼ねてますからね、もう記録ですよ。最終日をずっと鹿児島市内もありましたから、それのアンサーというかですね、その9月30日は適用されている時はこれぐらいの、人手がない、要するに歩行者がねどこの場面を見てもですねないんですよ。下意識のあの辺とかですね、もう行ったんですけどもね、天文館とかですよ、その面のところはもちろんなんだけども、でそれがそれが解除された次の日、もしくは次の今日のことですけど土日にどうなるかっていうのは、やっぱりそれを記録してないとね、何のための30日の最終日だったかっていうことですよね。で本当はねもうちょっと早く行きたかったの、9時半ぐらい、要するに開門の頃に。そしたらさっき言ったみたいに水族館のですよイルカショーの部分をアップしようとしたらアップされないんですよ。それでね慌てて最終日のまだ最終日の映像はまだありますからね、あと3つぐらい残ってんじゃないかな。だからその3本も全部あげますよ。最後の方はどこだったっけ、中央駅のあの辺の夜にもう夜の帳に包まれ始めた頃のそこまでは撮ってますね。でその後にも撮ったけど、それはねちょっと暗すぎたからね、それはどうするかわからない。そしてその間に、こういう今日はね、多分これはね今日中に仕上げてね今日中にアップするニュースですよ本当に、そういうね感じで言えるんですけどね、今日のだからそのイルカショーに代わってあれしたのはね、どっからだったっけ、あそこ奄美沖縄フェリーターミナルが出発点で、それから与次郎を通ってですね中洲通りに出て、それからまた国道3号線に出て、最終的なところは、昔走っていた市電の意識終点地点というところまでのやつをしたんだけど、それがね実時間で言ったらどれぐらい走ったのかな、30何分でしょうね。それがね22、3分になってて、それを編集して、YouTube に上げて上げるようにアップするようにポコンってこう YouTube に貼り付けて、そしたら YouTube がはい分かりましたって言ってから、それをずーっと YouTube が吸い上げるんですよ。そしてその吸い上げてからハイビジョン画質
まできちっとするのにね、結構時間かかるんですよ。だから何時ぐらいからっけ、2時間、7だから8、9、10、3時間近くかかってましたよ。ここはね、影原というね、あの交差点です。今ね、こう走ってますよ。もう少しで着くんですけども、この感じで行くとまだお客さんっていうか、その動物園に来られる人は、あの行こうと思っているこの時間にですよ、あのそんなにいないみたい。だってほら、前もスカスカですからね。ただね、この前動物園を1ヶ月ぐらい前かな、撮ったんですけどもね、見てくださる方はほとんどいらっしゃいません。だけどね、行きますよ。そしてあれが少なくてもね、なんか動画を見てくれ、その動物園動画を見てくださる方が少なくても続けますからね、動物園のこれはね。やっぱりね、動物園にしてもね、変わってくるんですよ。去年だったかな、あれのキリンを別のカメラでですね、動物園に来てこうキリンを撮ったりしたんだけども、その中の一頭がですね、もうその寿命を全うしたんですよ。だからね、そういうのが分かってればって言うとおかしいけども、いずれはほらそういうのが来ますからね。だからそれをそれが目的でっちゅうわけじゃないんだけど、とにかくその動物園、動物もね、春夏秋冬でね違いますか。おお、大モーランたちごけ。もうそうほら、そこのね信号を接するとね、平川動物公園なんです。おい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 、まさか俺が一番、今ね10時49分。9時半からかな、開園は。おいおいですよ、ほら。まあさっき言ったみたいに、動物はね、季節によってやっぱり違いますからね。特にクジャクっていうのは、なんか5月ぐらいかな、がその繁殖期のピークか始まりか分かんないけど、その頃が一番羽を広げるらしいんです。だから多分今日ね、クジャク釣りに行ってもね、クジャクはね知らん顔してます。いいえ、私たちはそういう羽を開けたことはありませんみたいな顔してるかもしれない。いや、そう話変わりますけど、見てください、全然あれがいませんよ。まあでもね、これも現状だからですね、仕方がないですね。ここでゲートに入る前にね、200円駐車場がいります。普通車はね。ドラ、あ、まあまあいる、まあまあいる、まあまあいますね。これぐらいいてくれればいい車。はい、はい、ありがとうございます。ね、車がね、ここが満車。あ、いる、いる、車いますよ、結構。ぐるっと回りますからね。いらん心配やった。でもね、思いますよね。さっき言ったみたいに、ほら、すごく、こっちでカメラを向けてみましょう。ほらほら。ほらほらほら。いやいやいや、ギリギリですよ。よかったよかった。大体私がね、こうね、心配することはね、危惧に終わることがある。ほら、見て、危うく最終。ここね、ニュースのためにあれしますからね、ほら、見てください。もうこんなにですよ。
こんなに、この辺まで、ここがね、いっぱいいっぱい。ここがいっぱいいっぱいのとこですからね。ほら。これはね、あと30分ぐらいで本当に埋まるんじゃないですかね。これだけ空いてますけどね。どうだ、ほんなら、私あの、バック駐車じゃなくてストレート駐車が好きなんですよ。ストレートで入ってストレートで出るってやつがね。はい、じゃあ歩き乗りします。ありがとうございました。